エドウィン・アンダーソン・ウォーカーはアメリカ合衆国の軍人、陸軍少将。その右翼主義傾向とリー・ハーベイ・オズワルドによって暗殺が企てられたことで有名である。エドウィンはテキサス州センターポイントで生まれ、1927年にニューメキシコ州のミリタリースクールを卒業した。その後彼はアメリカ陸軍士官学校に入学し、1931年に 卒業した。第二次世界大戦中に、エドウィンはイタリアで、カナダアメリカ軍混合編成の奇襲部隊、悪魔の旅団を指揮した。1944年8月に、エドウィンの部隊は、コートダジュールのイェール島に降下し、強力なドイツ軍守備隊を排除した。エドウィンは、朝鮮戦争で、再び戦闘を指揮し、続いて、アーカンソー州、 リトルロックのアーカンソー軍管区の指揮官となる。アーカンソー時代に彼はリトルロック中央高校の人種差別待遇を廃止するドワイト D ・アイゼンハワー大統領の命令を実行した。1959年にエドウィンは第24不評師団の指揮官としてドイツに派遣された。しかしながら1961年になると彼は論争に没頭するようになる。エドウィンは ジョン・バーチ・ソサイティから提供された右翼文学を彼の師団の兵士に配布したことで非難された。さらに彼のハリー・エストルーマン、エレノア・アルーズベルト、ディーン・アチソンは明確にピンクだったという発言がオーバーシーズ・ウィークリーが見に引用された。国防長官ロバート・マクナマラはエドウィンを解任し、彼は諮問委員会に呼び出された。エドウィンは 同年11月2日に軍を辞職した。エドウィンは、その辞職前の1961年9月にも、人種隔離が行われていたミシシッピ大学へ、アフリカ系アメリカ人のジェームズ・メレディスが入学しようと、したことに対して抗議デモを組織したことがあった。翌年、エドウィンは、テキサス州知事選へ出馬したが、6名の候補で争われた予備選挙で敗北した。この選挙では、 ジョン・コナリーが当選している。エドウィンがリーハーベーオズワルドによって狙われ始めたのはこの頃からであった。1963年2月、エドウィンはオペレーション・ミッドナイト・ライド・オペレーション、ミッドナイト・ライドと呼ばれる反共産主義の旅行において伝道者たちと協力することで新聞の一面を飾っていた。オズワルドはエドウィンを監視し始める。彼は エドウィンの自宅と付近の鉄道線路の写真を撮影した。使用したカメラはオズワルドの妻マリーナが彼を裏庭で撮影したものと同じカメラであった。彼はまた別名のエーハイデルを使ってライフルを通信販売で注文した。彼はジャガーズイコールチャイルズストーバルから解雇された10日後の4月10日に暗殺を計画した。彼は水曜の夜を選択したが、 理由は、エドウィンの自宅付近の教会で礼拝が行われるため、混雑が想像されたからであった。彼は目立たないようにし、逃走の際に群衆の混雑を利用しようとした。オズワルドはマリーナに対して彼が逮捕された場合のことを考え、ロシア語のメモを残した。オズワルドがおよそ30メートルの距離から発砲した時、エドウィンは自宅の食堂にあった机の前に座っていた。 銃弾は窓の疑惑にあたってその軌道がそれ、エドウィンは破片によって前腕を負傷しただけで済んだ。当時捜査当局は誰がエドウィンを殺そうとしたのかわからなかった。その一方でマリーナはオズワルドがバスタブで暗殺計画メモを燃やすのを見たものの、オズワルドがエドウィンもしくは他の人を再び殺そうとした時点で警察に提出すればいいと考え、彼が 料理本の中に残したメモを隠すことにした。結局、エドウィン暗殺未遂へのオズワルドの関与は、ケネリ大統領暗殺事件後に当局がノートと、数枚の写真を発見するまでわからなかった。弾丸は、弾道テストをするにはひどく破損しすぎていたが、後に中性子活性化試験によって、ケネリを殺したものと同じメーカー性であることが判明した。エドウィンは、 その保守的見解に対するネガティブな報道に起こり、様々な報道機関に対する名誉毀損訴訟を起こし始めた。そのうちの一つである AP 通信社に対する訴訟は連邦最高裁まで争われた。しかし判決は AP 通信社がエドウィンに関して行った報道に関して無罪であるというものであった。法廷は実際の悪意を証明することができない限り、 公務員が損害賠償を請求することはできないという判例を持ち出し、公人に対してもこれを適用した。ありがとうございます。